一連の儀式は今年5月1日に検事等承継の儀と即位後朝見の儀が行われ、明日は2つの儀式が国事行為として行われます。このうち午後1時からの即位礼正殿の儀は一連の儀式の中心となるもので、天皇陛下が皇居宮殿の松の間で高御座の台座に上り、外国の元首や各界の代表などを前に即位を宣言するお言葉を述べられます。また夜には外国の元首などが出席して祝宴にあたる饗宴の儀の1回目が行われ、天皇皇后両陛下がすべての日程を終えられるのは夜遅くになる見通しです。明日は祝賀パレードにあたる祝賀御列の儀も行われる予定でしたが、台風19号で甚大な被害が発生したことを受けて来月10日に延期されました。宮内庁はこれまで儀式が行われる松の間で高御座の設営を行うなどして準備を進め、先週末には儀式に臨む宮内庁や内閣官房の幹部などが出参加して全体の動きを確認するリハーサルも行われました。儀式の前日の今日は宮殿などで多くの参列者を受け入れるための最終的な点検や確認が行われることになっています。しました。この身に負った重責を思うと粛然たる思いがします。常に国民を思い、国民に寄り添いながら象徴としての責務を果たすことを誓い、国民の幸せと国の一層の発展、そして世界の平和を切に希望いたします。後の5月4日、即位を祝う一般参賀が皇居で行われました。この日、東京の都心は気温が25度近くまで上がりました。このように暑い中、来ていただいたことに感謝いたします。天皇陛下は午後2時の会以降、お言葉の一部を変えて訪れた人たちを気遣われました。4日後、天皇皇后両陛下は皇居の宮中三殿で即位後初めての宮中祭祀に臨まれました。天皇陛下は平安時代から儀式での天皇の装束とされる香炉前の御法に初めて身を包み、皇室の伝統を継承する姿を示されました。国賓の説明では豊富な海外経験を生かされました。アメリカのトランプ大統領夫妻の歓迎行事、大統領夫妻と通訳を介さずに親しく言葉を交わされる場面が何度も見られました。療養中の皇后さまは16年ぶりに宮中晩餐会のすべての行事に臨まれました。としての初めての地方訪問は愛知県でした。子供と一緒になんか頑張っていきたいなというなんか力になったかな。両陛下は上皇ご夫妻から全国植樹祭などの恒例行事への出席を受け継がれました。
も各地への訪問を重ねられてきました。令和になって最初の終戦の日、ここに過去を顧みに深い反省の上に立って、再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願い、先人に散り戦火に倒れた人々に対し、全国民と共に心から追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。天皇陛下のお言葉は上皇様のこれまでのお言葉をほぼ踏襲し、戦争の歴史と平和への思いを受け継がれるものとなりました。両陛下は被災者に寄せる思いも受け継がれています。先月の国体国民体育大会の開会式で、天皇陛下は8月末の大雨や大規模な停電などを引き起こした台風15号を念頭にこう述べられました。各地で大きな被害が生じたことに心を痛め、被災された方々のご苦労を案じています。復旧が一日も早く済むことを心から願っています。今月の台風19号による豪雨災害についても両陛下は大変心を痛められています。宮内庁を通じて亡くなった人たちへの哀悼と遺族や被災した人たちへのお見舞いの気持ちを表されました。